はいどうも、リハビリアタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回のテーマはストレスと脳科学ということで、ストレスと関連が深いとされている脳の扁桃体と海馬と呼ばれる部分のメカニズムと、そこから見えてくるストレスケアへのアプローチについてですね、リハビリとケアマネの視点から解説をさせていただきますので、よろしくお願いします。まずはじめに、近年よく言われてはいることなんですが、脳科学の進歩というのは大変著しくて、私たちが心で感じていると思っていたものが実は脳の中で感じているんだということが判明しています。その一つがですね、脳の大脳辺縁系と呼ばれる部分、衝動的な本能ですとか喜怒哀楽なんかの感情の形成に関わっているところなんですが、その中の扁桃体と海馬と呼ばれるものがですね、特にストレスには関連しているというふうに言われています。扁桃体というのはちょうどこの目の奥あたりに私たちは位置しているんですが、ここ脳内にて例えば恐怖ですとか不安を感じた際のマイナス感情を司るというところがあります。言ってみれば脳のサイレンです。で、人はですね、この過剰なストレスを感じた時に、この扁桃体がちょっとした刺激でこう過剰に反応してしまうということが知られています。で、もう一つが海馬と呼ばれる部分になります。海馬というのは情報を整理した上で一時保存して、こう記憶や学習を司る脳の中の部位で、いわゆる脳のメモリーだと思ってください。で、この記憶や情動に関するいくつもの領域とこの海馬というのは実は密接につながっていて、前頭前野にもかかってきて、高次脳機能にも私関与しているというふうに実は言われています。で、この海馬と扁桃体、実際に隣接をしてて大変密接な関係になるというのが言われています。これ具体例を挙げるとよくわかるんですが、例えば人の記憶 の増減とか減衰にかかる、例えば感情を伴った記憶というのは体験にすごく残りやすいので、こういう特性があります。あと記憶力を高めると不安に対する抵抗力も高めるということが実は知られています。さらに海馬は扁桃体の刺激を鎮めるという作用も持っておりますので、ぜひこのあたりをですね、参考にしていただけると幸いです。で、この点を踏まえた上で、ここからはじゃあどのようにストレスが扁桃体に影響を与えて、どういうふうにしてストレスケアを目指すのかというところにですね、解説をさせていただきます。で、人はこう過度なストレスを感じた時に、その扁桃体が過剰に反応してしまうんですが、その免疫作用として脳内の視床下部と呼ばれるところに実は信号を送って、コルチゾールと呼ばれるホルモンがですね、体内に分泌される、放出されるということが実は知られています。このコルチゾール、別名をストレスホルモンという言い方をします。本来は血圧ですとか血糖を高めて、炎症とか傷をこう早く治す、そのために血液をこう固まりやすくするという作用を持つんですが、これが過剰に分泌されてしまうと高血圧とか糖尿病を引き起こしてしまって、さらには海馬 の神経細胞をですね、減少させてしまって脳の萎縮を引き起こしてしまうということが知られています。するとこれが不安ですとかトラウマを引き起こして、例えば過去ですとか未来にこう考えを巡らせすぎてしまうということで、記憶ですとか学習によって培われた私たちの人格というものがですね、壊されてしまう、破壊されてしまうというところがあります。これ言ってみれば脳が扁桃体にハイジャックをされたという状態なんです。で、この状態になってしまうと将来認知症ですとかうつ病になる発症リスクが高まるという報告がありますので注意が必要です。じゃあ対策として何をしたらいいかというと、この扁桃体と関連が深い海馬の体積の増加を目指すことがいいと言われています。脳の細胞というのは実はある一部においては一度増えた後もちゃんと減らずに増やすことができるというのが知られてまして、特にこの海馬は体積を増やすことができるというふうに言われています。で、それによって神経細胞が増えたりネットワークもつながるということが分かってますし、具体的にできることが3つあります。それはまず十分な睡眠をとるということです。年齢に応じて大体一般の成人の方であれば6から8時間、子供であればもっと長くてもいいんですが、これをしっかりとるということが一つ。それから
2つ目としては1日あたり 2,30 分程度の有酸素運動、まあ、例えばウォーキングですとかランニングですとか水泳なんかがあるんですが、こういったものを行うのがいいっていうのが1つ。3つ目としては心地いいと感じられる人との触れ合いとか接し方をするということがいいというふうに言われてますので、ぜひですねこれらを参考にしていただけると幸いです。今回の配信ここまでというふうにさせていただきますので、よろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。ではまた。